では本日の映画お願いします。本日の映画はあれですね、このウォンカとチョコレート工場の始まりってやつ。おお、はい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 、うん、これはあのまあなんちゅうかな、あのそれなりに面白いと思うけどね。あ、そうですか。ミュージカルファンタジーっていう分野なんかね。ミュージカルなんですか。うん、なんとなくそういうの多いよね。そういうのばっかりね。うん、だから別にこれはあのミュージカルファンタジーだから、うん、あれだよね、まあ普通に歌を聞いてる感じなんだけどね。だからそれほどあれだよね、うん、あのなんかポリコリの話っていうのはあんまり感じなかったけどね。なるほど歌はそういうのが多くてね。はい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 。なんかまああれだよね、ウォンカと、うん、あのチョコレート工場で、はい、なんだっけな途中で、はい、なんかすごい小人みたいなのが出てきて、へルンパルンパとかいうのが出てきて、ウンパルンパ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 っていうのが出てきてね、これが結構面白くてね、はい、でまあ、あのそれなりに楽しめて、あとまあね、ストーリー性もあるしね、あの完全懲悪の話だからね、まあ面白いといえば面白いね。あの前のチャーリーとチョコレート工場はご覧見ましたよ。あの感じとはちょっと違う、うん、ちょっとなんかなんだろうな、あのミュージカルって感じがしたな。裏がすごいたくさん出てきてて、へ、うん、全然違う感じなんですね、うん、じゃあ。なるほど。なんかそれなりにあれだよね、これは、はい、まあ子供向けだからね、すごく美味しいチョコレート、私チョコレート大好きだからね。確かにそうです、うん、チョコレート大好きなんでね、はい、あのまあね、それなりに楽しみましたけどね。じゃあこれ星は 3.5 ちょっと、ちょっと、はい、わかりました。